SSC クリケットグラウンド正式名称シンハリーズスポーツクラブクリケットグラウンドはスリランカ最大級のクリケット競技施設。数々の国内選手権決勝や国際試合の会場となっている。しばしばスリランカのローズと呼ばれる。会場初のテストクリケットは1984年のニュージーランド代表対スリランカ代表の試合で。 会場初のワンデイインターナショナルは1982年のイングランド代表対スリランカ代表の試合。ホームチームであるスリランカ代表の2015年1月時点での会場戦績は38試合で18勝6敗14引き分け。1899年、地域の名門私立学校の連合チームがプロチームに勝利した。その後、新原人のみのチームを作ろうという機運が生まれ。 プロチームのシンハリーズ、スポーツクラブが創設された。このチームがビクトリア公園内の土地を借り、競技場を作った。その後、1952年に SCC がメートランドプレイスに20エーカーの土地を借り、現在の場所に移転した。この場所は第二次世界大戦時には連合軍の飛行場として利用されていた。地上のパビリオンは1956年に、 地元のナイトクラブの出資によって完成した。その後70年代半ばに巨大なスコアボードとスクリーンが設置された。グラウンドにはメディアセンターやコメンタリーボックスも設置されている。シンハレススポーツクラブグラウンドクリケット .yahoo.com ヤフークリケット2009年3月23日閲覧 ABC シンハレススポーツクラブ www.cricinfo.com 暗いシンフォ2009年3月23日閲覧シンハレススポーツクラブ2015年2月5日閲覧アグリゲートオーバーオールレコーズ ESPN 暗いシンフォ2015年2月5日閲覧テストベニューズインスリランカ ザ・オールディーズ。ザ・パパレ。で2020年5月6日閲覧。A.B. クマール3学からスリランカクリケットシリアスウィニングビジネス。サンデー・オブザーバー2011年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年3月23日閲覧。ありがとうございます。